めっちゃ有名がしたい、めっちゃ大したいけど、まあ、さやかになるでもいいかな。終わって。アナロイン中田しか終わって。ピーマンこけちゃった。街にやってきましたわよ、今日は。さちん、今日はやたらテンション高いね。実はそこに憧れておりました。お友達の皆さんと放課後の街に繰り出すということに。今までこういう経験なかったのか。さすがお嬢様だな。じゃあ今日は例の見回りじゃなくパッと遊ぶ感じですか。そうはいきませんの、旦さん。私たちは遊びに来たわけじゃありませんのよ。無意識風紀違反は学園の周辺にも蔓延しておりますの。我が校の生徒たちがよからぬ影響を受けないように学園周辺の無意識風紀違反を取り締まること、これが本日の活動ですわ。まあそうなるわな。ねえさちん、学校の中とは違って街での見回りやトラブルも考えられると思うんだ。昨日みたいに風紀の乱れた人に因縁をつけられないとも限らないし、だからさ、全員バラバラじゃなくて2人1組で見回りをするのはどうかな。2人1組ですか。せっかくの学外活動ですし、4人全員で回るのもよろしいかと思ってましたが、それだと見回りの効率が悪いからさ、二手に分かれるくらいがちょうどいいと。え、俺と2人きりになりたいの。え、それでさ、私タンとペアになる。え、あれ、こいつ街での見回りが初めてだから、私がいろいろ教えてあげた方がいいと思うし、タン、それでいいよね。え、ああ、ああ、じゃあ決まりだね。タン行こう。 おい引っ張るなよ。こんな計画ではん、なんかお前赤あったんか。そっちはそっちで、あ、ヘッドショットスコープ、最初の文字打ち抜いたらヘッドショットが発生する。ヘッドショットの、へぇ、エイムゲーキって、エイムを求められんねや、これ。うん。やってる、いや、頑張ってみるか。今日、バイトオフだから、100均に寄ってもいい？うん。うん。100均たまに行くと、楽しいよな。へっしゅー。何を買うんじゃ？キッチン小物が欲しくって。ほう、料理をたしなむのか。いやー、そうじゃなくて、バイト先のキッチンポリ袋捨てちゃってさ、バレないうちに買って戻しておこうと思って。なんと、まあその内首になりそうじゃな。やっぱそうかな。給料安くてコキに使われてるし、もうやめよっかな。それもよかろう。あ、てかやばいことに気づいた。あたしオフ今日じゃないじゃん。わたしオフもうクビになっていそうじゃな。え、最後のどれ？え、最後のどれ？塩、はい？塩吹き？私を吹き！タン、ここで一休みにしよっか。で、何か言いたいことでもあるのか？え？顔見てりゃわかんだよ。幼馴染なめんな。そりゃそうだよね。うん。ちゃんと、俺が言いたくて。ああ、昨日のことか。あの時も言ったけど、別に、あの時も言ったけど、別に大したことは。昨日のことだけじゃないよ。昔もそう。私が小学校であいつにいじめられてた時も、それこそ、俺は大したことなんてしてないぞ。そう、本当に大したことはしていない。だって教室にチクってやっただけだから。クリスがいじめられてます。こんなことされてます。犯人はあいつですって。学校行くもなんともないし、あれくらいのこと誰でもできる。でも単以外は誰もしてくれなかった。そもそも誰も気づいてくれなかった。目の前にいじめが存在してるのに気がつこうともしなかった。見過ごしてること自体に不自覚だった。先生も仲が良かった友達も。本当はさ、いじめ自体はそんなに辛くなかったの。もちろん嫌ではあったけど、それ以上に周りのみんなの無自覚が許せなかった。辛かったの、悲しかったの。落ち着けよ。ごめん。私が言いたかったのはね、タンには本当に感謝してるってことなの。昨日だってそう。私を助けてくれてありがとう。苦しんでる私に気づいてくれてありがとう。王子様みたいだよ。小学校の時からずっと。そうか。
王子様の割にはお前には随分存在に扱われてる気もするけどな。確かにそうかも。王子様だってこと昨日まですっかり忘れてたみたい。忘れんな。なんで忘れてたんだろう。なんでライバル増やすようなことをしたんだろう。なんかあれ、なんだこの彼、この感じ。いらっしゃいませ、ご注文どうぞ。申し訳ございません、パンティーのセットは朝限定となっております。チキン玉ごバーガーセットお一つですね。サイドメニューはいかがなさいますか。名古屋コーチンポテトですね。お飲み物はいかがなさいますか。マンゴスチンコーラがおすすめです。お支払いはクレジットカードですね。こちらに挿入をお願いいたします。来たまんてん、久しぶり。さあもう一回休憩しよう。なんかその言い方も良くないな、あんまり。おいおい、そんなにサボっていいのかよ。いいからいいから。こいつもうちょっと風紀委員会の活動に熱心じゃなかったか。そういえばお前なんで風紀委員会に入ったんだ。わかんない。わかんない。理由もなく入るようなところじゃないだろう。そうだよね。そうなんだけど、なんでか私は風紀委員会に入って当然っていう気がしてたんだよね。お前風紀とかルールとかに厳しいやつだったっけ。別にそんなことないんだけどな。それかよっぽどエロい言葉が好きだったのか。どうしてそんな急に話なんのよ。急って別に急でもないだろ。無意識風紀違反ってそういうもんだろ。無意識風紀違反だからさ、カフェラテをカチンコチンに凍らせるとか、そういうの。カフェラテをカチンコチンに凍らせてどうするの。だから、あとチンコが入ってるって話だろ。ちょっとやめてよ。私そういうのまだよくわかんないから。 お前いい加減にしろ。お前教えてきたんだろうが。嘘、私が単にいたの。嘘。私そんな恥ずかしいこと言ってた単に。というか毎日この10倍は言ってた。いや、忘れて、嫌いにしないで。おい、どうなってんだよ。この程度のエロい言葉でガタガタ言うなんて。いや、むしろそっちが普通か。なんか、おかしいね。なんなんやろ。記憶ないんだな。映画面白かったっすね。脚本の構成にしっかりしてたものね。シリーズの中で一番面白かったっす。でも今回の5で完結らしいわよ。6ないんすか。だってさ、おしまいよね。この世の終わりっすよ。まあ落ち着いて。その代わり今度舞台化するらしいわよ。なんだって。絶対やばい舞台になるっす。劇場急がねば。まだやってないわよ。これ両方せんの。これ何、ビって何。劇場、劇場急がねば。バイブやばいブやばいブ。タンさん、見回りご苦労様です。ところでクリスさんはご一緒だったはずですわよね。さっきまでは一緒だったんですが、規制を上げながらどっかに走り去ってしまいました。あらあら、それはまあ。タンさんの見回りをサポートする役目を買って出ておきながら困ったものですわね。どうしちゃったんですかね。本当に困ったことになりかねませんわね。俺、あいつのこと探して家まで送ってきます。多分落ち着くまでに時間かかるだろうし、今日の風紀委員会はお開きにしませんか。そんな、あのじゃあこういうのはいかがでしょう。二手に分かれて、一方はクリスさんの捜索を、もう一方は見回りを続けるというのは。まあそれでも。本当ですの。で、私とタンさんと見回りをいたしましょう。クリスさんの捜索はマコさんにお願いできますかしら。分かった、決まりですわね。
炭酸、参りますわよ。え、あ、は、はい、引っ張らないでください。ストーリー動きだ、なんかあれやな。サッチャン先輩が、サッチン先輩が、いろんな原因な感じして。このカフェラ、このカフェめっちゃ混んでるね。カフェか。ガヤガヤしてて。会話できるかな。注文どれにし、注文どれにしようか。明日のあれ、あれ行って、行く。おすすめのサプリ、おす、あ、今日もことよろ、スマホで何やってんの、カリスマ、す、カリスマとのビオチン、ビオチン、ビオチン、お、マンゴーミルク、マージャンアプリだよ。何月だと思ってんの、100万来い。え、いくつ、うん。あー、もううるさすぎ。また明日来てみよっか。うん、ざっくりとリスケしとくね。なんか何今の上のやつ。え、おまんこあった、カリ忘れてる。あ、カリスマ、うわせ、カリスマ田中、カリスマ田中は豊作やからな。おめっこ、あっけ、おめこ、え、おめこって何。え、ちょ、くくっていい。ちょっと待ってな。おめこめっちゃポルノハブ出てきたけどな。なんなんおめこって。何ドキドキおめこデートとかあるけど。ロリータ少女のおめこ。何おめこって。あ、そういうことか。知らんかった。このロッキー、なんか途中で出てきたこのロッキーになるよな。まあまあ進んでっていい。一旦進んでっていい。やめろ。ごめんなさい。え、なんで謝るんですか。だってタンさん、私と一緒にいても楽しくなさそうですから。そんなことはないですよ。嘘。ずっと心にあらずといったご様子ですわ。私、誰かと一緒に街を歩いたことなんてないものですから。いえ、街を歩くだけじゃありません。誰かとお友達になったことも、心を通わせたこともですから。人を楽しませる術というものを知らないんですの。今日はあのまま回線していればよかったのに、思わずお聞き止めしてしまいました。本当にごめんなさい。あれこそすいません。なんかクリスのことが気になっちゃって、それで上の空に。いなくなっても存在を気にかけてもらえてクリスさんは幸せ者ですわね。私とは大違い。タンさん、クリスさんのことを好いておられるんですか。そんなんじゃありませんよ。どう見ても俺とあいつはただの幼馴染でしょ。ただあいつと長い付き合いですし、なんかほっとけないんですよ。長い付き合いねえタンさん。私とタンさんも実はかなり長いお付き合いなんですのよ。え？私とタンさんは何度も相まみえたことがありますの、覚えておられませんか？と言ってもその時の私は副委員長としての私ではありませんでしたけれど。でも中身は私そのものでしたのよ。ハレンチの言葉をめざとく見つけては口うるさく注意してしまうような。タンさん、覚えておいでではありませんか？私が目の前に存在していたことに。それともやっぱり何にも気づいてなかったんですのね。何？え？あ、いえ、何でもありませんの。何？急に。バカみたいなゲームだと思ったらすっごい驚かしてくるやん。そろそろ駅前に戻りましょうか。わからしい。タンブレの時間はもう終わりですわ。え？どういうこと？ヤンデレかな、そっち。あ、ヤンデレね。こいつなんやねんな。あれなんや、急に。BBQ は最高じゃあ。いっぱい食べて満足。あんたずるい。一人でお肉食べすぎ。ムカつくからほっぺに砂つけてやる。なんと。お主にもつけてやる。それお前砂ちゃうぞ、それ。命やぞ。そんなことしてるからピーマン焦げちゃったよ。すまんすまん、代わりにチンゲン菜をやろう。え、あ、オッケー。無理やりチンゲン菜。お、やかましは。こんなんでクラシック鳴らすな。火逃げるぞ。あ、オッケーオッケー。あかん、そっち海じゃん。もう逃げられないようだ。そっち海じゃん。それは違うぞ。ここは遠浅だ。
ちょっとやそっとでは追いつけん。ちょっとやつけん。ついでに最後の肉もいただいていく。か返せ。つく、くすねたお肉。返せ、かんせ、くすねたお肉。返せ、たりくん。うわ、いろいろ逃したな。あ、で満足。あ、ピーマン焦げちゃう。え、あ、そうや、これ、無理、間違えたやつか。朝立ち。あ、どう、朝立ち。あ、これ苦手、俺、朝立ち。ちょっとの、これ、返せ、くすねたお肉な。もっと上手にできたな。日が暮れてきましたし、本日の見回りは終わりにいたしましょうか。あら、まこさん、ちょうどいいところに。クリスさんの捜索はしてくださいました。した。でもご一緒じゃないところを見ると、発見には至らなかったようですわね。まあ、クリスさんも子供ではないのだし、そっとしておきましょうか。タンさんもそれでいいかしら。いいですわよね。そうですね。明日になれば学校でありでしょうし。それでは私は休養ができてしまったので失礼いたします。皆さんも適当に帰宅くださいませ。来ます。帰らないのか。来る。え、どこに。私の家に。え、あ、え、え、いいっすか。え、いい、え、いいっすか。え、はい。え、そう、え、ごめんみんな、お先に失礼します。ピーマン焦げちゃった。あー、これな。なんやろ今回は。うん、診断結果かな。なんか思い浮かべてるな。なんで俺男の方を思い浮かべてんねん。肉まんコンビニで。おー、肉まんコンビニでな。これからマコの家に行くのか。そう。俺が。そう。理由を聞かせてもらってもいいか。ようやくあなたと二人きりになるチャンスが訪れたから。どう解釈すればいいんだ。普通なら大喜びすべき発言なんだろうが、素直に受け取ってもいいものなのか。一つだけお願いがある。私の家に来るまでの間も無意識規範の見回りを継続して。どいつもこいつもどうしてそのあれが好きなんだよ。それにも何か理由があるのか。日が暮れてきたから、おそらく夜にしか出現しない卑猥な単語もある。理解が追いつかん。ついてきて。俺に選択肢はないようだな。まあやる、進めでいくか。よっしゃ、夜特有のやか変わるんか。うー、やっぱりお腹すいたよ。ちょっと寒いし、もつ鍋か食べて帰らない。もつ、今一もつ食べて気分じゃないかも。海鮮系はシラスカトロ丼とか。まあいいけど、いくらく、いくらくらい ?2000 円に値上がりしたんだよね。高い。最近の物価結構高いよね。う、お金ないし肉まんコンビニで買って帰ろっかな。待って待って、うん、仕方ない。ディナー女性機を出してあげる。女性機、何それ。おごってくれるってこと。そういうこと。持ちつ持たれつだからね。さすがジェントルマン小林。一個逃した。かけ？物価結構高いよね。いや20買われへん。これは鍵穴ゴールが見えるようになる。あ、え、やっぱさ、これ2周目あるってこと。え、それでも取ってから行けってこと。まあいっか。米欄みんな分かってる。米欄みんなエロい。スケベすぎ。ご乗車ありがとうございます。このバスはホワイト製紙工場経由。クリとリスの森公園行きです。うん、事故の影響で運行時間に遅れが生じております。次は南西交差点パチンコジャンボ陸地です。
南西交差点。バスが止まらないうちにお立ち立ちにならないようにご注意ください。うん、現金は運賃箱へとお願いします。ありがとうございます。またのご乗車をお待ちしております。また。ああ、そっちか。嘘、何？ま、まだ？え、みんな分かった。え、でもないな。コメント欄にもないぞ、今回。次は南西交差点パチンコジャンボはバスが止ま、バスが止まらないうちに！ちょ、これ買っていい？え、これ見てみ？これさ、鍵穴ゴール、ここに出てくるやん。あれちょっと見ていい？来た！これ！いや、やめて。マークやめて、なあ。あ、ショップが開放されんの。あ、なるほどな。めっちゃええやん。まだつかないのか。もう少し。なあ、クリスのことなんだが、あなた探してくれてたのか。探した。でも、見つからなかったと。見つかった。見つかった？見つかったのか。だったら、早く言ってくれよ。で、今、どこにいるんだ。おそらく彼女の自宅。速やかに帰宅し、なるべく家から出ないようにと指示をした。それにも何か理由があるのか。彼女は現実と虚構の区別がつかなくなり錯乱状態にあった。危険。確かにあいつえらく混乱してたもんな。無意識風紀違反のことを知らないとか言い出して、ちょっとしたエロい言葉でギャーギャー騒いで、なんで現実が分かんなくなっちまったんだろうな。確かにあの状態でうろつかれたら事故にでも遭いそうで危なかったかもな。危険が及ぶことを危惧している対象は彼女ではない。じゃあ誰が危ないんだ。なんで俺の顔見るんだよ。まあ一晩寝ればあいつも落ち着くだろう。明日学校の話聞いてみるよ。私の指示を正確に守るのであれば、明日彼女は学校には来ない。学校にも来るなって言ったのか。そう。随分厳しいんだな。あなたのためだから。どういう意味なんだろうな。わからんことが多すぎて、いちいち質問することにも疲れたよ。なんか、いろいろしてそうやな、あの人。30人。あ！マジか！下手くそすぎたらこうなるんだ。なあ。中出し、ポッキー、セイシックスナイス。さあ、おしまい。しつしつい。バイブ、キジョイ。おめこ、詰まった。ドチンコ、マンコイ、クリトリス。これでまあ、いいんじゃないかな。17。よっしゃい。行くぞ、新ステージ。3人おる。明日の体育、行くのめんどいな。わかるさ、明日何やるんだっけ。うん。で、コンドームにしていかなくていいよね。いいんじゃない。足つるし、腰壊れそうっすもんね。あー、はい。おお。あ、別のゴール行っちゃった。まあ、いっか。あー、なるほどな。金アップやわ。よいしょ。行くあった？明日の体育。あ、行くの。お前らすげえな、おい。あー、早く不利になれないかな。早く不利に。冬なんてまだ、そんで、もっと嫌だわ。うん。なんでかマラソンは、あー、でかマラソン好きなんだよね。よ、帰宅部、インランナーの、し。あ、バス来た。じゃあ、お先、予備校頑張ってね。お疲れっす、また。あ、バス来た。なんか逃してたっけ俺。え？こう、何これ。抗がん。抗がん？予備校。予備校頑張っ！うお前すげえな、マジで。あー、ジャーチンもやろう。よし。夜のニュースをお伝えします。少子化の影響で大学の志願者、少子化の影響で大学の志願者数が今年、続いて政治のニュース。地方選挙、今月末に投票日を迎えます。続きは経済の、分かれへん、マジで分かれへん。生活必需品、ニュース品、必需品、値上げが止まりつつ、乳製品、さらにバスの運賃、賃上げ、あ、賃上げ、あ、うわ、これダブルショットやった。影響の、海外からのニュース、うん、うなぎのぬめり、ぬめり成分であるムチンプランドの学者が新たな利用方法を発見しました。うん、続いて、まあ、ほほえましいニュースです。なんと、一粒1万円、とってもお高い明太子が売り切れ続出だそうです。とってもお高い明太子。え？最後に、明日のお天気です。え？
移動性高気圧の影響で3時以降一時的に雷雨となる見込みです。え？性高気圧の影響で。マジで分からへん。ガン。し、ガンシャン。あ、し、ガンシャン。今日、え？今日、虚婚、虚婚や、これ多分。政治の地方選挙か、あ、地方選挙今月末。はい、ほんで、品、あれこれ、品、種品、品、え、なにこれ品、品入。あ、品入税金。海、面体。そんなあった ?G 行為と海面体。あ、3時以降。1、あ、これはわかった。海面体どこ海面体どこにおるん海面体行こう高い明太子がえ、ちょ、ごめん。後々足りになるから俺、ちょ、もう一回言っていこう、ここ。ガンシャ、巨根、金融、うん、ちんちん、チンポ、海面体、成功時、行こう、あ、ショップ開いた。ダメージ受けてもスコア限定。あ、ダメージ受けてスコア限定されんや。まあ、これはいらんかな、あんまり。着いた。見たところ普通の家だな。怪しいところはない。入って。一応聞いておきたいんだが、家の人は、にしても意味がない。ついていくしかないんだろうな。お、お邪魔しまーす。クリス以外の自主の家に入、お邪魔するのは初めてだな。私の部屋に行く。おう、こっち。お風呂ですけど。どうかした?確かお前の部屋に行くって言ってたよな。そう。あ、わかった。まず先に手を洗うってことか。ここが私の部屋。どういうこと?どう見ても洗面所にしか見えないんですが。突っ込むべきなのか、それとも何か深い事情があるんだろうか。そんなことよりパソコンを見て。あ、ああ。ん?あれこれ、世界初期化プログラム、起動条件18分の20、23分の18、タイムリミットあと22時間。世界初期化プログラム、なんだよこれ。名前の通り、この世界、名前の通り、この世界を初期状態に戻すためのプログラム。この世界初期状態、こう言い換えることも可能。ウーキンが卑猥な単語を取り締まる世界からそうではない世界に戻すためのプログラムと。ん?は?いや、はい、そうだよな。なんでなじっちゃってんだろうな。あんな見回りどう考えても普通じゃないよな。そう、この世界はおかしくなっている。あなたがウーキン委員会に来た日から。やっぱりあの日からか。あの日を境にこの世界を作り変えられてしまった。ウーキン委員が卑猥な単語を取り締まるようになったのもそう。世界初期化プログラムが私のパソコンに表示されるようになったのもその一つ。この起動条件って数字は何だ?初めてこの画面を見つけたとき、その数字は4月23だった。いや、4分の、23分の4だった。それから日を追うごとに数字は増え続けている。様々な仮説を検討した結果、これはあなたが無意識風景違反の見回りをした回数を示していると考えている。なんだって、確か俺今18ステージ前まで行ってたな。あなたをここに呼んだのは、その最終検証を行うため、家から家の外に出て無意識雰囲気違反の見回りをしてまた戻ってきてほしい。私はここで数字の変化を見ている。あ、分かった、やってみる。正直言うと頭の中がぐちゃぐちゃで何一つ分かっちゃいないが、マカ、俺よりよっぽどこの世界のことを理解してるみたいだ。こいつの言う通りにしてみよう。なんか雲行き怪しくなってきたな。ファミレス、はぁ、あんたプロポーズされたの？この、ノーパンチをするぞあんたはどうなの？先週別れたとこだよ。マジでガチンシャします。てか結婚目前って言ってなかったっけ？私はそう思ってたよ。彼氏くんに、リングス、あ、くんにリングスって、はめてもらったのが夢だったのに。結婚式のプランも考えてたのに。うそー、ブランドな感じで考えてたの？参考にさせてもらっていい？こうなりゃやけだ。いいぜ、超最高のプランを教えてやるよ。私の結婚式のうんちく、うわぁ、クリするぞ。あ、ダブショットだったな、あそこ。
嘘どれ？あ、最後のやつか、びっくりか。いや、これ逃したなと思ってて。よいしょ。言われた通りに無意識ウフキー班の見回りをしてきたが、さてどうなってるか。早くマコンのところに戻ってパソコンの確認を。ん？あれはサチン。ハラタンさん、こんばんは。びっくりしましたよ。こんなところで何してるんですか？そうですわね。下見といったところですよ。下見？何でもありませんの。どうぞお気になさらないで。タンさんこそ何をしていらっしゃるのかしら。あー、マコンの家にちょっと用がありまして。もうその段階まで進んでおりますので。そういうことでしたら私のことはお気になさらず、どうぞお行きくださいな。あー、お聞きください。急いで。わかりました。サチン、それじゃあまた。はあ。どうしてため息なんか。この程度の孤独なんて慣れっこだったはず。ええ、そうですわ。今さら何にも感じませんわ。それに計画は概ね順調に進んでおりますのよ。もうすぐ。あと少しですわ。さあ、もうあまり時間がありません。急いで明日の準備をいたしませんと。タンさん、さようなら。しばしお別れですわ。え、なんとなくさ、流れは分かったけど、サッチンと会ってたどこで？お帰りなさい。ああ、今そこでパソコンを見て、数字が増加している。本当か？ほんま19になってる。間違いなさそうやな、あれでな。これで仮説が確信に変わった。じゃあやっぱりこれは俺が無意識風紀違反の見回りをした回数なのか。そう。厳密に言うならタンがクリアしたステージの数に該当する。つまり残りステージは4ということになる。めっちゃめたいこと言うやん。ステージ？ステージってなんだ？あなたには理解不可能。本物のタンであれば理解可能なはず。ん？本物のタン？あなたにタンと名付けた画面の前のタン。え、お、俺？お前、何の話をしてるんだ。俺をタンって名付けたの俺の母ちゃんで。あなたはもう喋らなくていい。タン、あなたにとってここはゲームの中で世界でしか、ゲームの中の世界でしかないかもしれない。あ、俺に喋りかけられてる。しかし私たちにとっては本物の世界。はい。この世界を初期化し正しい状態に戻すことができるのはタンしかいない。はい。私たちを助けて。え、あのお邪魔します。マコのお母さんらしき人、その人は俺たちには目もくれず手洗いでうがいをし去っていった。マコのお母さんだよな。無視されたみたいに感じたが大丈夫なのか。母には私の姿が見えていない。おそらくあなたの姿もあの日からずっと。どういうことだ。世界が作り変えられたあの日、学校から帰宅したら母が私の存在を認識できなくなっていた。それだけでなく、この家から私の部屋さえも消失していた。まさかお前それでこんな場所を部屋代わりにしていたのか。そう、私は確かに存在している。しかしこの家は私の存在を認めていない。お母さんも目の前にいるのに、目の前に存在しているのに気づいてもらえない辛さか。え？あ、いや、偶然にも似たような話を昼間に聞いたばかりでさ。目の前にいじめが存在しているのに気がつこうともしなかった。周りのみんなの無自覚が許せなかった。辛かったの、悲しかったの。タンさん、覚えておいでではありませんか。私が目の前に存在していたことに。それともやっぱり何にも気づいてなかったんですよね。おそらく偶然ではない。それは重要なテーマ、大切なヒント。テーマ、ヒント、何のだ。とにかく覚えておいて、必ず。分かったよ。なあ、その出荷プログラムとやろう起動できたら、お前のお母さん家のことを元に戻るのか。確証はない。しかし私はそれを信じるしかない。だよな。よし、出荷プログラムとやらを起動してさっさとこの世界とおさらばしてやろうぜ。よろしくれるの？俺だってこの世界がまともだなんて思っちゃいない。それにお前クールなのが似合う。苦しそうな顔を見てらんねえや。ありがとう。ダン、私たちを助けて。え？急に、え？肉まんコンビニで。なんか、え？気に不可。何？あなたを構成する8性癖診断しろ。あ、8性癖多くね。8。来た。クリトリスで興奮する。絶頂は見飽きた。夢におっぱいがよく出てくる。パンティマニア。貧乳の修行中。何貧乳修行って。マラを見て。何回もあるわ。なあ。何回も、今も、見たわ。
今見たわ。実は長出しでしょ、フェチどころがただクズやんな。ペニスこそ我が人生、それはそうですね。